有名人だ。早いじゃないですか。そうですね、今日練習だったんですよ。いや、樋口さん、富澤さんと仲いいんですか。仲いいですよ、この間コラボ動画と。いや、見ました見ました、タメ口のやつでしょ。あと MMA でかけたらどうなるかみたいな、お互いドッキリし合うっていう。どうですか、虎之助 VS 富澤大地は。富澤くんじゃないですかね、さすがにね。まあ、でも油断できないですよね。あ、ブンブン当たったら、あのなんか踏み込んでくるストレート、ジョリ君ももらってましたもん ね。あれは油断はできないんじゃないですか。まあ、でも富澤くんあれもらわないように絶対対策はしてると思うんで。結構研究してそうっすもんね。そうっすよ、富澤くん。なんか MMA もだって、いや普通に強かったっすよね。タックル切られましたよ。え、ヒューさん普通にこれ手加減してるとはいえ大丈夫っていう視聴者さんも言ったかもしれないですね。手加減してないっすよ。普通にタックルしました。はい、じゃあ、だから滝沢さんとずっと やってますもんね、あ、そうね、大臣の。彼、並行して MMA もやってるんで、強いっすよね。もうだって、平谷君の時時点でもう結構、1ヶ月でしたけど、それなりに形になってましたもん。だから、まあ、それじゃないですか。富澤君、勝ってほしいです。浜田さん、浜田夢洋さん、どうですか、富澤大地さんです。僕は富澤大地さんが勝つんじゃないかなって。ああ、まあそこは普通に。あ、なんか今までの試合見てて、うん、吉蔵君もそうなんですけど、ボクシングめっちゃ強いじゃないですか。だけど、で、虎之助もボクシングベースですよね。まあそこ同じね。うん、吉蔵君もやっぱ負けてるし、で、その以外の試合見てても、パンチに合わせる蹴りとか、うん、パンチに対してのカウンターの蹴りがすごい上手いなと思って。虎之助くんもめっちゃ強いんですけど、富澤くんが勝つんじゃないかなって思います。山川さんどうでしょうか、富澤大地さんの首をいつか勝ってるっていう。いやでも全然富澤さんだと思いますね。え、もう一方的 KO？ もうあると思います。全然 KO すると思います。